アニメ、金田一少年の事件簿、金田十一の声などで知られる、声優の松野大樹さんが26日、右大脳出血により死去した、56歳、所属する青鬼プロダクションが27日、公式サイトで発表した。これを受け、金田一少年の事件簿、でヒロイン、七瀬美雪を演じた中川晃子が自身の X でツイートをした。中川は、大好きな先輩、長年の大事な相棒、大樹さんが旅立たれました。大きすぎる悲しみと衝撃と来年の約束を残して、まだ受け止めきれずにいます。と複雑な心境、星の王子様だからあんな風に帰る用事ができて突然星に帰ってしまったんでしょうか。でも笑顔で側で見守ってる大樹さんも想像できて励まされながら書いてます。と綴った。また、金田一少年に出演した声優や漫画、金田一少年の事件簿の原作者、天寿聖丸も X を通じてツイートを、天寿は、信じられない、信じたくない、もう聞けないなんて、くんのあの決め台詞、と絶句し、じっちゃんの名にかけて、心よりお悔やみ申し上げます。松野くん、どうか安らかに、アニメで早見玲子を演じた飯塚真由美は、松野さん、金田一のスタジオではいつも優しく明るく接してくださり本当に頼もしい大好きな先輩でした、と振り返り、まだ受け入れられず思いばかりが溢れます。金田一くん、またいつか会えるよね。それまでみんなを見守っていてね。とツイートを。同じく、金田一二三を演じた池澤春菜は、まだ解いてない謎がたくさんあるじゃん。と、鹿の別れを惜しんだ。ネットの声、コナンと金田一のアニメが並行放送していたを見ていた世代で、その頃にこの声優さんを知って同時期に放送していたラジオ番組も聞いていた。やはり50代で向こうに行ってしまうのは早いよな。昨年は30周年で金田137歳なんて作品も出ているところから、再びアニメ化プロジェクトが進んでいたのかもしれないし、そういう観点からしてもとても残念。金田一二三を演じた池澤春菜は、まだ解いてない謎がたくさんあるじゃん、と突然の別れを惜しんだ。本当にその通りですよね。37歳の金田一もアニメ化してほしかった。松野さんの金田一は本当に最高でした。心よりご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。